どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は質問にお答えしたいと思います。ナラバーアイアンはいつ卒業できますかこういう質問をいただきましたので、これについて解説していきたいと思います。ナラバーアイアンからゴルフを始める方、非常に多いんですが、これ、どういうタイミングで違うクラブに移行すればよいのか こういう質問だと思いますが、解説したいことがありますので、ぜひ最後まで見てみてください。私、三ツヤ4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん、本当に感謝してます。大好きです。そして、動画見てくれてる皆さん、7番アイアン、いつまでやりましょうかでは、早速行きたいと思います。7番アイアンという、このクラブは、ゴルフを始める人が一番最初に持つクラブだったりします。これはなぜかというと、昔、それが真ん中ぐらいのクラブだったからです。 それが打てれば、それより短いクラブ、長いクラブ、打てるようになりますよね、ということなんですが、これ、実はちょっとした罠が潜んでます。<laughs> というのも、最近の7番アイアンは、実は結構打ちにくくなっています。<laughs> ただ、7番アイアンという名前がずっと残っているので、 7番アイアンを各メーカーがですね、たくさん作ってるんですね。ですから7番アイアンが余ってるわけです。えなのでゴルフを始める人に7番アイアンどうぞと言ってプレゼントするところも増えてます。えなので7番アイアンから始めるっていうのが、まあ、今でも気づいてるわけですね。えそこで、えじゃあ7番アイアンを打ってみましょうとなった時に、この7番アイアン。 実はなかなかあんまりボールが上がらないんですね。えー、なんか7万円は難しいよねと感じる人が結構多かったりするわけで、え、これをじゃあ卒業するタイミングっていつなのかということなんですが、 え、結論から言うと、まあ、やっと結論かっていう話なんですが、え、それは、そんな日は来ません。え、うん、要するに、卒業という概念がないということですね。え、その、7番アイアンが打てるようになったら、何々ができるとか、まあ、そもそもそういうものではないということですね。え、たまたま、どれか一本で始めましょうかってなった時に、たまたま7番アイアンが選ばれてるだけのことで、え、これが打てれたら、打てたら他のクラブが全部打てるようになるっていうことは全くありませんし、え、逆に言えばですね、え、このクラブが打てないと、 いけないのかとということもまあ,ありませんなので、7番アイアンはですね、適当に切り上げてください。他のピッチングウェッジだったり、ドライバーだったり、どんどんクラブを変えて打ってみてください。ですから、こういう短いクラブにすぐ切り替えてですね、それで打ってみる。そうすると、そのクラブの機能、それを知ることになります。あ、あんなにボールが上がっていくんだ。7番アイアンは全然上がらなかったのに、 え、こんなにボールって上がるもんなんだな、あ、これは気持ちがいいな、と感じる瞬間があったりします。え、ですから、打てるようになるまで卒業してはいけないと思ったらですね、そんな日は来ないんです。え <laughs>、なので、え、もう適当に切り上げて違うクラブ。で、え、極端に短くする必要もありません。え、例えば9番やんンとか8番やんンとか、え、それぐらいの番手も、もしクラブがあるのであれば、 え、それはどんどん打った方がいいと思います。はっきり言って、ほとんど同じだと思ってやってみてください。え、そもそも8番アイアン、7番アイアン、パッと持ち替えて、え、どっちがどっちだ。ま、比べればわかりますけど、1本だけパッと渡されて、え、これは8番ですか、7番ですか、と聞かれて、パッと答えられる人がどれぐらいいるのかというと、ほとんどいないんですね。え、ですから、別にそんな大差はないと言えばないんです。なので、8番アイアンだけピカピカの状態で保つんじゃなくて、え、その8番アイアンに適当にこう変えながらやってみてください。え、なので、7番アイアンは、 あこれが打てないとダメですよねっていう質問もちょこちょこあるんですね。ですけど、全くそんなことはもう1ミリもありません。えー、ただただ持ち替えてやっていただければいいということです。<laughs> ですから、7番アイアンを持ち替えて、違う8番アイアンね、打ってみてください。そうすると、 それはそれで、あ、なんだか打ちやすいな、ということにもなったりします。なので、ゴルフっていうのは14本までクラブを使うことができますし、ウッドクラブ、ユーティリティクラブ、アイアンクラブ、ウェッジクラブ、いろいろあります。それをですね、適当にこう変えながら打つことによって、それぞれのクラブの機能を知ることができます。これは、やらないとわからないですね。知ってからやろうとする人がいるんですけど、その知るのにやらないと知り得ないというか、まあ、イメージできないね。ね え、それも入っていかないんです、情報が。え、ですから、まずは持ち替えて打ってみるっていうのが大事です。で、一つ、じゃあ、ここまで打てたら卒業だよっていうのが、まあ、仮にあるとすれば、ね、そういうのをどうしても設けたい、という人が、まあ、いるのであれば、え、それはですね、え、おおむね、肩から肩の振りの幅、構えて、少し、振りの幅を抑えたときに、 えまずまずボールが前に飛んでいくようなショットが打てれば、それはある意味卒業と言ってもいいのかなと思います。えー、そのクラブでボールをですね、前に打ち進めることができる。これはンにですね、コースに行ってプレーすることができるということに直結します。えー、ですから、この7番アイアンをここまで打てたらいいなっていうその基準えと言えばですね、構えて肩から、肩の振りの幅で打ったときに、とりあえずボールを前に、 え、打つことができますよと。その前にっていうのを、ある程度の誤差は、その共有範囲内です。え、それがまあ大きくダフってちょろってなったり、ね、え、極端に左行ったり右行ったり、そもそも当たらないっていうようなショットが、まあほぼ出ないですね。人間のやってることですから100%、はありませんが、まあ99%それができる状態になっていれば、 それは、7番やんアン卒業と言ってもいいのかなと思います。ぜひですね、一つ基準を設けるんであれば、そういうふうにやっていただければいいんですが、私のおすすめはですね、もう7番なんていうのはですね、ただたまたまそこにあっただけの話で、もうできるのであれば、即、セットがあるのであれば、もう適当に変えながらですね、あこのクラブこうだ、あのクラブああだ、というふうに覚えていくっていうことも非常に大事ですので、7番インに全く固執しないで、 欲しい。え、それが私の思いです。え、ぜひ皆さん7番ア,アンは適当に置いて、え、他のクラブに切り替えてやってみてください。ね。もう自分で勝手に卒業を決めて、え、もう卒業だーってね、え、それで違うクラブをどんどん打ってみてください。え、最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。